動画最後にはお得な情報クーポンもありますので、ぜひ最後までご覧ください。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。2022年もあとわずか。はい、というわけでですね、ここに来て再び、いや三度、4旅、5旅、6旅、6旅で合ってる？シオン機動画、商品提供させていただきましたので、この動画を通してしっかり紹介していきたいと思います。こちらです。はい。ちなみにジンハオの商品としては、今回で4代目となっております。開封する前にですね、この商品のおすすめポイントを6つ監督として出させていただきます。まず、1つ目、荷台付きです。2つ目、耳掛け型です。3つ目、200g、超軽量です。4つ目、ボタンは2つ、高齢者でも簡単に使えます。5つ目、急速充電に対応しております。6つ目、コスパよし。はい、その6つを中心に紹介させていただきたいと思います。中を開けますと、こちらでございます。これはケースです。この中に集音機が2台入っております。はい、こんな形で全く同じものが入っております。これにイヤーピースというものですね。すでにもう監督こちらも開封して実際に使っておりますので、選ぶことができます。4種類ありまして、 SML XL と選ぶことができます。使い方簡単です。はい、こちらにこれをこんな感じでつけます。その他に充電ドックでございます。はい、本体をここにただ乗せるだけ。はい、こんな感じで乗せるだけで充電されるようになってます。そしてここタイプ C です。付属のケーブルが入っておりますので、こちらに投げまして、他にお掃除ブラシが入っております。ジンハオの顧客サポートの紙です。説明書、こちらは完全に日本語対応となっております。でこのケースなんですけども、ゴム製ですね。この中に集音機を入れまして、結構揺らしてもゴムなので全く動いてる音がしません。はい、早速一つ目から深掘りさせていただきます。まず一つ目、荷台付きです。というわけで全く同じものが2台付いております。利用方法としては片耳だけで使うこともできますし、両耳使って同時に音を収音することもできます。ちなみに急いでるとき、右左どっちという事態にはなりません。なぜかというと、こちら両耳兼用対応ですので、どちらにつけても大丈夫です。2台あることによって予備用として置いておくのもよし、ご家族の方と共有するもよし、様々な使い方ができます。2つ目、耳掛け式です。耳にこうぐるっとして後ろに隠れるタイプの収音機となっております。ぐるっとこうなります。耳掛け式のタイプのメリットとしてはですね、もう正面から見るとイヤホンをつけてるような感じ、ただ後ろから見ると、あ、なんか機械作ってるなっていう、基本髪の毛で隠れているから分かりにくいと思いますが、いかがでしょうか。こちらでございます。続きまして3つ目、重さ 200g、 めちゃくちゃ軽くて重さはほぼほぼ感じません。続きまして4つ目、ボタンがたったの2つでございます。でも簡単に使うことができます。ボタンはですね、大きめに作られております。上にプラスと M と書かれております。下がマイナスと電源ボタンが書いております。こちら耳につけた状態でもボタンを操作することができます。ちなみにこちらボタンは2つなんですが、ボタンを1回押すのと長押しするのとで効果が違いますので、実質4つの操作を行うことができます。実際に電源を入れてみたいと思います。電源ボタンはこちらを長押しします。入れてみたいと思います。下を長押しします。音が今大きく使用されております。この状態で上がプラス、下がマイナスですので、この上を押すことによって音量が上がります。下を押すことによって音量が下がります。それが6段階ですね、上げ下げすることができます。ちょっとやってみたいと思いますね。じゃあ最大まで上げてみよう。上まで上げると、あ、めっちゃ聞こえますね。拡声器まではいかないにしろかなり大きく聞こえます。一番下まで下げます。早く押してもちゃんと下がってきますね。これだと少しね、サーという音とともに音が集音されていますので、まあ真ん中ぐらいの3ぐらいが一般的に多く使われるのではないのかなと思います。今のところ耳にちゃんとはまっているのでハウリングはしておりません。両方ともつけてみたいと思います。耳にちゃんとセットしたのを確かめてから下のボタンを長押します。おー、めっちゃ聞こえる。実際に自分のね、手でね操作することによって自分に合ったもの、合った環境を作ることができます。はい、というこのまず音声のボリューム上げ下げをこの2つのボタンで行うことができます。そしてこの2つのボタン、長押しすることでモードセレクトというものができます。簡単に言うと3つの音の集音の仕方変わります。ボタンは2つしかないので、この上のボタンプラスをですね、長押しすることによってモードセレクト、集音方法が変わります。上のボタンは長押し、ピッピッと2回鳴りましたので、こちらは野外モード、室内
外で使う時ですね。そしてもう1回押してみたいと思います。はい、3回になりました。こちらは野外モード。野外ということで大きな騒音の中でも会話がクリアに聞こえやすくなります。そしてまたモードを直しますと、はい、1回になりました。こちらはいわゆる標準モード、一般の環境下でバランスが一番取れているモードです。まずはこの長押しすることによってこの3つのモードを順番に変えていくことができます。続きまして急速充電、ありがたいですね。急速充電、こちらはですね電池が不要です。まあこんなに小さいので電池は入りません。完全な充電タイプです。ドッキングステーションですね。こちらに本体、よく見ていただければ小さいですね金属が入っているかと思うんですけども、この下にもですね金属があります。こちらを盛り上がってますので、この上捨てることによってはい充電されます。こちらにセットした状態でよく見ていただけますとオレンジになっているかと思います。これが緑色になると充電完了となります。外すとはい消えます。乗せるとはい、つきます。このような形で充電をすることができます。大容量内蔵バッテリーが中に入っております。いや本当今の技術すごいな。こちら約2時間充電するだけで、なんと満充電の場合20時間使用することができます。めっちゃすごいね。なので、あ、やべ充電ないって方もパパッとこれね乗せておくだけで急な時にもすぐ充電できますので、重宝できる充電器となっております。最後6番コスパよし。他にもですね特徴がありまして、簡単に紹介していきたいと思います。こちらはですね基本的には360度音を使用することができます。まあ、両耳使うともうね全体的に音を使用することができます。こちら最初からですねノイズキャンセリングが搭載されております。ちなみにこのノイズキャンセリング、ノイキャンなんですけども、まあ、簡単に言いますと文字通りノイズをキャンセル、打ち消すことができる機能となっております。これにより周りのですね不要な音を打ち消してくれるので、言葉、相手の会話だったりをピンポイントで大きく聞き取りやすくしてくれます。また本体なんですけども IPX5 です。この IPX5 なんざ本体に水の噴射を直接浴びても機器本体に有害な影響がないことを示す等級です。というわけで、こちらジンハオさんの主音機 JH-D590 を紹介させていただきました。コスパ良しな商品となっております。価格が1万円を切ります。でさらに動画冒頭にも伝えたんですけども、今回ですね監督ラブの動画を見ている皆さん、動画概要欄ぜひ行ってください。1000円オフのクーポンが1月31日まで付けておりますので、お安く今のうちにゲットしちゃってください。付けた感としてはもう軽いので、かつ操作もめちゃくちゃ簡単、高齢の方にぜひおすすめな2つ付きの主音機となっております。音に関しても今のところですね、ずっと今これ撮影中ハウリングは一切しませんでした。はい、というわけで今回主音機動画第6弾、果たして第7弾はあるのでしょうか。この動画でですね、監督がおすすめしたい商品ですとか作品ですとか、いいなと思った、共有したいと思ったものを中心に動画を制作しております。ではまた次の動画で会いましょう。的な標準モード、また長押しするとピピと音が2回鳴ったら2回鳴る、やめろ、なんだお前は。2022年残りあとわずか。あと収納機のアップ、収納機のアップ、こちらで